てか、スパイの話になったらいつもどこかしらから嗅ぎつけてくる指導の方が怖いんやけど。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ武器庫どうしよう。この辺にする？武器庫って別にそんなに広くなくていいよね。ということは、この半分ぐらいの広さでいいかな。てか、半分もいる？半分はいるかな。じゃあこの辺にとりあえず、壁を作っていきまして。こんなもんでいっか。いてててて。で、よいしょ。あ、そこじゃない。いや、まあ、いっか、そっちにするわ。はい。狭いかな。何を置けばいいんやっけ。でも別にそんなに。待って、先に中のものを置いてった方がわかりやすいか。収納箱と、この鎧もいるんかな。この鎧の置物って言われとった？ね、全然知らんねえけど。でもなんかびっくりマークついてるってことは必要ってことよね。で、バリケード。で、扉。で、この、やりたてラック。じゃあ、やりたてラックをとりあえず、と置いておいて、バリケード。狭いかな。めっちゃ狭いような気がしなくもないけど。ああ、もうまた空中からやってきたわ。やめてや。で、ここに鎧を置いて、いててててて。はあ、ふざけんなし。で、ここに収納箱上に行った。ちょっと待って。違うんよ。そっちじゃなくって。あれ、収納箱取れんのか。そういうこと？お、収納箱が守ってくれたわ。待って、空腹。はい、ベイクドポテト。違う。ベイクドポテト入れた。入れるんじゃなくって、食べたいの、私。はい、これで。近くをうろつかないでいただけますかね。で、収納箱を置いて、木の扉を置くにはちょっと狭いっすね。よいしょ。あれ、なんか壁の種類違う？置く方向とかが違うってことかな。よいしょよいしょ。ちょっと待って。邪魔だね。で、あ、ここが、何？あ、大丈夫か。よいしょー。さあ、これでとりあえず、武器庫は出来上がったでしょう。木の扉、ペット。大丈夫？できた？小さい武器庫。めっちゃ小さいけど、とりあえず武器庫できたよ。そんなもんで大丈夫やろ。へいへい。来て来て。そっちに行かないでくれるかな。入ってくる？入ってこないね。ほらほら、できたよ。おお、なんということじゃろう。武器庫を作ってくれたのじゃな。これで兵士に武器を配らなくても、部屋の中の収納箱に入れておくだけで、勝手に武器を装備してくれる。あ、そうなんや。へえ、いいやん。強い武器を作れるようになったら、たくさん作って武器庫の収納箱に入れるがよいぞ。楽やね。時にはいいな。ビルダーとは本来敵と戦う戦士ではない。戦いがきついと思うことはないか。まああるよね。わしがビルダーなら、随所の上から物を飛ばして空中の敵を攻撃したい。そこでわしがお主のために特別な兵器を考案しよう。わしの話をヒントに考えてみるのじゃ。考案するんならちゃんと具体的に考えて。私に最終段階任せないで。お、なになに？新たなレシピ。手投げ爆弾。投げやすい小さめの爆弾当てるとダメージ。さすがはアイナじゃ。手投げ爆弾を思いついたのじゃな。手投げ爆弾の素材となる爆弾石は、軍船に向かう途中にいる爆弾岩を倒すは集まるじゃろうの。わしが想像するに、手投げ爆弾を城壁の上から敵に投げるのはとてつもなく便利で気持ちがいい。悪いことは言わん。敵が来る前に一度手投げ爆弾を作ってみるがよいぞ。まあ次は多分飛行兵団なんやろうけんね。で、違う。で、君の依頼は何なの？ああ、イナさん。飛行兵団にやられて犠牲者が出てしまいましたね。しかし、人間とは因果なものです。このような時にも腹が減ってしまいます。まあそれはしょうがないけど。ルルルどうして歌うな。人は腹が減るる。そこつなげるの。ラララ昨日もあんなに食べたのに。まあそういうものだから。そこでなんです、アイナさん。以前あなたが作ったというお城のキッチンをもっとアップグレードしてほしいんです。まずはお城のキッチンにテーブルを置いてください。そんなスペースないよ、あそこに。そしてテーブルの上に煮込みの大鍋と食器を一つずつ置けばお城の食堂になるでしょう。食堂にするの。さあ、皆さん。必要なものを揃えて、お城の食堂を作ってください。食堂にしないといけないのか。それにしてはあそこはめちゃくちゃ、ちょっと待って出れない。めちゃくちゃ狭いんだけど。広げないといけないってことかな。広げるスペースあったっけ？おかんといかんわけやけど、狭いなぁ。またこっちにちょっと広げていかんといかんのか。ということなので、ちょっと広げていきまーす。この辺壊させていただくね、私。よいしょー。ちょっと待ってね。こっちに広げていけばいいんかな。いやでもこれ外になるな。こっちちょっと外になるけん。なんか私のこと切ろうとしたでしょ今。やめて。なになんか急に剣を振り回しだしたんやけど、怖い。やめてよ、そういうの。台所じゃなくなった途端にすごいみんな出ていくんやね。もう誰も近寄らんねやけど。これで、あー、拠点を狙うモンスターが。よいしょ。とりあえずこれで、どうすればいいんやろ。あ、違う。あ、ここはこれでいいんか。ちょ、待ってね。ここで、これ部屋になった?で、一旦これ壊すやろ。で、ここにレンガキッチンを取り出しまして、はい、この端っこに置く。ああ、もうやめてよ、来ないでって。あああ、やめて。もしかしてここ必要かな。あ、もう一個いる。あ、これでいいんかな。これで、木のテーブルどの辺に置けばいい？で、真ん中の方とかの方がいいんかな。こういう方向？違う、方向を変えたい。こっち向き、こういう方向にして、まあ、とりあえず置いておいて、んで、よいしょ。これはちょっと私のアドリブやけど、この辺に椅子を置いておいて、そして、食器、テーブルの上に置けばいいよね。食器置く。お、食事テーブルができたよ。てか、ここ部屋にならないんだけど。部屋にならないんだけど。やっぱりこの内側のところが必要だったってことかな。ちょっと待ってね。とりあえず鍋。鍋はどこですかね。あ、これか。煮込みの鍋。何あれ、王様と話したらハートが出るん。マジでいろんなことが要因でハートが出るのね。で煮込みのお鍋をここにまあ置きまして、これで炊き出しテーブルが出来上がったわけやろ。え、ちょっと待って、一体どうすればいいの。ここをなんか全然ダメなんだけど、どういうこと。部屋になってないよね。お城の食堂にしたいんだけど、ここをどういう風にすればお城の食堂、やっぱここ端っこの部分が必要ってことなんかな。ちょっと待ってね。というよっ、違う、ここでハンマーで壊す。なんだ君、歌ってるだろめっちゃ歌ってるだろ。ちょっと待って、ここは必要なかったかな。ここ、あ、そっちじゃない、階段が外れた。めっちゃ歌いよりやん。階段外して、こっち側が必要ってことなんかな。あ、ここか。うるさいんだけど、ちょっと黙ってもらえますめっちゃうるさいんで黙ってもらっていいですかね。はい、これで小さい空き部屋になった。ってことは、ちょっと待って、めっちゃ、あ、そっか、こっちの井戸をあっち側に移動させて、井戸をこの辺に置くやろ。でここにレンガキッチンを置いたら、この辺のものをね、ちょっと移動させたいんやけど、とりあえず、ちょっと待ってね。お腹空いてるんだな。はい。しまった。また同じことをする。よし、これで、ちょっと待ってね。なんかいろいろと入ってるみたいだけど。ここに収納箱置いて、まあ、この中に生肉入れといて、じゃがいも入れておいて、まあみんなちゃんとね、いろいろと料理してね。じゃあ、あとここにレンガキッチンをトン。こっち側のこの扉がちょっと邪魔なのかな。位置的にね、すごい邪魔よね。てか狭いんよな食堂にするにはすげえ狭いんよな。まあいっか。あ、どうも出来上がったよ。うわ、お願いしていた素敵なお城の食堂を作ってくれたんですね。めっちゃわちゃわちゃしとるこれで収納箱に素材を入れれば料理ができる人はきっと作ってくれるでしょう。もちろんハーゴン教団の僕は料理なんか作りませんよ。作りませんとも。まだ抜けてなかったん。それにしても噂に聞くハーゴン軍のスパイというのは本当にいるんでしょうか。なんだか話に聞くだけで大した実害もないですし、実感が湧かないですよね。ああ、だけど本当に城の中の誰かがスパイだとしたら、僕の妄想は止まりません。例えばリックさんのようないい人っぽいのが案外怪しいですよね。それとも意外にジェセルさんとか、それか大穴でホッホさん、俗に言う二重スパイってやつだったりして。僕ですか？僕がハーゴン教団のスパイだなんて。僕はただ教団の熱烈な信者ってだけです。いるなよ、この場所に。まあでもそれ言ったらアネッサもなんかな。疑われてるよ、ジェセル。アイナさん、兵士も増え、城の設備も整ってきています。ハーゴン軍に戦う準備、進んでいますね。そこでです。この流れで兵士を鍛えるための訓練所を作っていただけませんか？あ、じゃあそれが、なんやっけ、武器庫の隣でいいかな。部屋の中にやりたてラック2つ、兵士用マネキン、木の格子を4つずつ置けば訓練所の完成です。さあお願いします。アイナさんのお好きな場所に兵士を強くする訓練所を作ってください。了解でーす。ってことで、そういう感じにしていこうかな。じゃあとりあえず木の格子4つ、ああ40個もいらない。怖い。なるほど。1回で10個作れるのね。オッケー恐ろしい。それと、兵士用マネキンが4ついるって言ったっけ。兵士用マネキン4つ。兵士たちの訓練に使われるダミー人形をやって。で、それプラス、やりたてラックが2つ。オッケーオッケー。他なんか置いておいたら良さげなものとかある。救急キットはいっか。別に特にないかな。良さげやね。じゃ、とりあえずこれを設置していこうか。あ、ちょっと待って、扉がいるんか。またしても。扉は何かと必要やもんね。はい、扉を作って。じゃあここに訓練所を作ろう。訓練所広ってことは出入り口ちょっと変えた方がいいかな。出入り口こっち側にする。じゃあちょっと壊すね。よいしょ。ちょっと壊させていただきまして。よいしょ。こっち側壁にするね。よいしょ。あ、拠点を狙うモンスターが。この辺に。よいしょ。あ、ごめんね。ごめんね。邪魔やったかも。あ、でもこれ一番奥には置けんのかな。置けるよね。これ邪魔やけん、ちょっと端っこに追いやられた感じに。よいしょ。まあ、そこに置いておいて、で、ここ扉、閉めます。これで武器庫になったやろ。ってことで、ここを、あ、違う。邪魔、見えない。見えないから。飛び回らないでいただけますかね。武器庫もうちょっとでかくてよかったかな。訓練所がなんかあまりにも広いな。まあ、いっか。やめてって。邪魔なんだ。ちょっと待って、違う。よっ。あれ待って。扉の場所が。よいしょ。こんな感じでいいかな。これで、ここに扉をつけて、よいしょ。そして木の格子が4ついるって言ったよね。じゃあこれを、木の格子ってどういう感じ？なんかよくわからんけど、こういう感じで設置してったんでいいんかな。兵士用マネキン。なんかどういう感じで設置していくんかが全くわからんのよね。こういうこと？はい、兵士用マネキン。で、やりたてラックを反対側に、トン、トン、と言って、これで大きい訓練所できたよ、これで。いいね、ありがとう。できたよ、訓練所。早くおいで。どこ？訓練所できたんだけど。できてますよね。訓練所だよ。できたよ。ね、どこにいるの？外？あ、なるほどね。ちょっとそんなゆっくり歩いてこないでくれる？できたんだって。ほら。訓練所を作ってくれたんですね。ありがとうございます、アイナさん。私感動しました。訓練所では兵士たちが強くなるための訓練をします。訓練するごとに体力が上がっていきますよ。それはそうとアイナさん。例のスパイの話なんですが。またその話か。てか、スパイの話になったらいつもどこかしらから嗅ぎつけてくる指導の方が怖いんやけど。実は私、夜中の城内で魔物の影を見た気がするんです。これは人に化けた魔物がいるということでは。それに、見つけて修理はしましたが、城壁や城門に内側から謎の穴が開いていて、やっぱり城の内部に魔物を手引きしている人が。俺は一緒に戦う奴を疑うのは嫌だ。城の誰かを疑うなんてごめんなさい。なあ、あゆな、お前だってそうだろ？いや、まあ、疑いたくはないけど、いるんじゃないかな。わからんよ。あゆな、改めてあなたと一緒に飛行兵団に対抗する魔法兵器を作ってほしい。飛行兵団は空からやってくる。出城を強化し、敵の弱点を探らなければな。あゆな、まずは出城を強化するための設計図を書いてくれ。これから開発する飛行兵団用の魔法兵器を置く場所も設計図に書き込んでもらえるとありがたい。次は対飛行兵団やね。どんな感じになるんやろ。今のところめっちゃ攻めてこられよるけどね。おお、ま、なんか、めっちゃ広々やん。さらに真山にまで進出していく。対飛行兵団設計図を描いた。何この、これが次の魔法兵器ってことか。なるほどね。うんうんうん。また必要なものがいっぱいあるな。むむ。早速設計図が書けたのだな。これはなんとも巨大な設計図だ。ギラタイルの時と同じく、設計図の旗のマークの部分がこれから開発する魔法兵器を置く場所だね。なんでお前がいるんだ。これはなんてすごい設計図。飛行兵団については僕に心当たりが。マジでだそうだ。彼から情報を聞いて飛行兵団の弱点を探し、新しい魔法兵器を作ろう。その間僕たちは出城を作っておく。いつものように城の壁を収納箱に入れておくのを忘れないでくれ。設計図は完成した魔法兵器を置くことで完成する。まずは敵の弱点を探ってくるんだ。うんうん。で、僕は銀融詩人。いろいろな場所を旅してきました。ムーン武力情報なら任せてください。ムーンペタの南の谷から行ける毒沼が飛行兵団、あったね。そっかそっか、あそこか。飛行兵団の野営地になっているんです。そこでなら弱点を探れるかもしれません。では今回も私が一緒に行こう。変化の杖で敵の野営地に潜入するんだ。あ、そっか。それ使ったら潜入できる、今度は。では、エラさん。敵の野営地に潜入し、飛行兵団の弱点を探ってきてください。あ、いいな。しつこいようだけど、建材がないと設計図の建築が進まない。収納箱に必要なものを入れていってくれ。なかったよ。ちょっと待ってね。あー、間違えた。お、ダメージ受けてないやん。なんか精神統一しよるよ。あ、なになに？訓練しよるしよる。殴りよる殴りよる。すごい。そういう感じなんやね。で、必要なものというのが、ちょっと待ってね。なんかないものがあったら作るわ。ここバッチリだぜ。早速訓練しよりやん。兵士になったばかりの荒くれたちが。必要なものが、とりあえず、753もいるん？マジで？いや、ちょっと材料が足りないぞ、今回。ちょっと材料が足りないんじゃないか、今回。ってことは、ちょっとこの辺の置けるものをとりあえず作っておこうか。はい、トゲ罠60と、外枠はちょっと難しいかなって感じやね。バリケード。あ、バリケード、はい。そして床スイッチ。これも1個分でいいか。んで、あとは難しいかな。じゃあ今回はこれぐらい。これを置いておきましょう。これ入れておくね。どこだ？よいしょ。とりあえずこの3つ。あと1個どこ？あれ、なんか作らんかった？作ったよね、私。こっち？いや、ないよ。ん？どこ行った？あった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 。こっちに入っとったわ。じゃ、これ入れ、違う。違う。ちょっと待って。ビルダー道具を切り替えたい。よいしょ。じゃ、これを直接しまう。で、これも。はい。とりあえず今持っとる城の壁を、はい。と入れて。あと、こっちにも、まあ、今持っとるやつは入れておけばいいかな。あ、これ必要なかったわ。全然必要なかったわ。で、この辺のをとりあえず入れておいてっていう感じかな。よしよし、オッケーオッケー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。大理石がっつり取ってきとったのにもうなくなったんか。一回一回使う量が多いもんね。